こんにちは、ゆこまくまんです。今日はですね、アメリカ不動産投資を通した減価償却について正しい理解をしていこうというところで、私が日本の方からたくさん問い合わせをいただく中に、アメリカの不動産投資を減価償却目的、節税目的で所有したいという方が非常に多いんですけれども、話を聞いてみるとかなり解釈が間違ってるよねっていう部分が非常にあるわけですね。で、これは日本側から見たらいいのかもしれないんですけれども、アメリカ側から見ると、 ちょっと目の付けどころが全く違うっていうところがまあそこが私と皆さんとのギャップだったと思うんですけれどもそれについて今日はじっくりと解説していきたいなというふうに思いますまず、えー、そのアメリカの不動産投資を通して減価償却をすることによってどうしてそれが節税につながるのかっていう部分なんですけれども不動産みたいなものっていうのは年年年数が経っていくことにまあ建物の価値っていうのは下がっていくことに対してその分を、まあ、タックスの税金の中からまあ差し引くっていう感じで 自分の収入に対してその損害という形でその減価償却分をあてがえることによって収入をちょっと減らしてみせれるので減った収入に対しての税金を払うっていうことになるのでその分税金が下がるということで節税というふうに見られていますで、まあ、特に富裕層の方とか、まあ、お給料をたくさんもらっている方っていうのは、えー、まあ税率が高い日本もアメリカもそうですけれども、えー、もう本当に50%ぐらい収入を税金にられてしまうとこれはいけないということで何かできないかということで、まあ、合法的に 取り入れられらてい目の付けどころはすごくいいと思うんですけどもこの使い方が非常に日本の方はもったいないというのがまあ私の第一印象なんですけれどももともとどうして原価償却節税だけのために不動産を買うのかって私その理由が本当に理解できなくってそれはまあ私はその不動産っていうものがアメリカの不動産がその後どういった結果をもたらすのかが分かっていたので節税だけのために あんな高い買い買物をするのはあままり割が合わななないいいんじゃないかっっててううふうに長年思ってきましたでそれが思えば思うほどかなり私の,その思いっていうのが強くなってきまして中には結構間違えた情報が日本語によって発信されている部分を結構私も見てきたのでアメリカ側から見るとこうなんだよということを今日はシェアしていきたいと思いますので皆さんの中の,、まああの知識だったりとかいろいろな皆さんの状況によってこれを聞くことによってちょっと考え方が変わるのではないかなと思うので今日はシェアさせていただきたい と思います。 まずです、ね、えー、まあ原価償却富裕層の方だけに限ってできることではないんですけれども、まあ、近年、日本でもちょっと税率などが変わったりして今までは個人名でその原価償却アメリカの不動産を持つことによってその個人の収入からの節税ということで収入を下げた、感じに見せて損害という形で計上できたんですけれどもこれがいよいよできなくなりましてただ法人ではまだできるよというような規定になっているそうです。でその中ででやはりその法人名で 取りたいという方がいらっしゃるんですけれども、私が思う日本から見た減価償却についての間違いの5つ、こちらを今日は挙げてみたいと思います。まず第一。 減価償却の対象となるのは、まあ、あの、物件、不動産っていうのは土地と建物がありますよね。その中の土地に対しては減価償却つかないんですけれども、建物に対して減価償却がつくわけです。で、そのような建物比率っていうのがあって、まあ、その、えー、ま、例えば50万ドルの土地があったら、えー、何パーセントが土地、えー、何パーセントが建物の価値があるという形で数字が出るわけですよ。その数字で建物の、えー、パーセンテージの方が高い方が、償却率も高くなるというような解釈になるので、えー、やはり皆さんとしては、 その建物の焼却率が高い建物比率の高いものっていうものを探すわけなんですが一般的にこれが日本の税理士さんとかの、えー、まあサイトを見てもですね一般的にアメリカの不動産は日本と比べると建物比率が高いから買った方がいいというような文章をよく見ますけれどもこれは一概に正しくないんですよねなので。アメリカでは建物の 価値が高いエリアっていうのは必然的に土地が低いということは不動産として全体的に見た場合にあまり価値の上がりにくいエリアにあるというのが普通です。例えばカリフォルニアとかニューヨークとかね、まあハワイとかまあ首都圏側と言われているエリアではやはり土地が高いので建物比率は全然高くないんですよ。ロサンゼルスなんかであの建物比率八十パーセントぐらいのとかいうあの話も聞きますけど、ちょっとあまりそういうのはなくてですね。まあだいたい建物が三十パーセントだったりとか。 20っていうのが普通ですなのでこれを一概にそういったくくりでそういった目線で探していくと間違った不動産を買うっていうような結果になっていきますのでまずここを一つ注意しないといけないと思うんですよね。 なので、自分で物件を買うときに、減価償却だけのために買ってはいけないというか、買ったらもったいない理由が、減価償却っていうのは、皆さん、それにえっと、アメリカでは27.5年間、その減価償却を、え、得ることができるんですけれども、え、節税という点においてですね、それを加速で、え、却して4年間で償却するということなので、その償却率が27.5年あるものが4年に短縮するわけなので、イーチー y ですね、エブリア、えっと、毎年の償却率の出演できる 高くなると。 いうことで、皆さんその焼却を4年間で終えて、5年目に転売をするというのがスキームだそうなんですね。私はこの5年目からアメリカの不動産投資は面白くなると思っていて、家賃も上がるし、金額も上がるというこの不動産をなんで5年で売っちゃうのって。そっからが資産形成になるわけですよ。で、税金の節税だけのために持ってるっていうのは、いわばセーブすることに節約することにしか目が向いてないわけですよね。アメリカの不動産って節約 するその節税っていうのも漏れなくついてくるので、それによって資産を形成するということは価値を上げていく価値が上がっていくものに対してお金を払うわけです。皆さんそのね減価償却だけということでミリオンとかまあ2ミリオンとか入れて。 物件を持ってるんだけど、自分のそのセーブすることだけを見ていて、収入を増やす、資産を増やすところに視点が向いてないんじゃないかなっていうふうに私は思うわけなんですね。なんでこれを4年して5年目で、えー、転売するかというと、5年後にはもう価値がないというふうに見なされてるっていうのは、これがまた大きな間違い、ナンバー2なんですけれども、それで消却が全部なくなった物件は価値がないと見なされるために、その時点でも売却をすると。で ここから価値が上がってくるのがアメリカの不動産なんですよねなのでこの時点で売るっていうのはもう焼却できないセーブできないから売るっていう解釈の、えー、なってるわけでそこからの資産としての不動産のあり方を全く知らないでいてそういうふうに言われたからじゃあ価値がないならもう売ってしまおうというような解釈で売ってしまうでそうすることによってまあ その減価償却で実は何年間もその償却を得ていたわけなんですけれども売却するときにその消化した分っていうのはまた戻ってくるわけですね。まだ利益が差し引かれるので結局同じことなわけですよ。だからトントンになるのための投資っていうのは私としては納得がいかないのでそこで償却をなくしてしまう価値がないっていう見方はまず間違ってますというのが私のアメリカ不動産投資に対しての考えとなっています。 そしてその後にですね、その焼却後、土地のみの金額で買い取りができるっていうようなお話も出ているそうなんですけども、それはもう完全に間違いですよね。価値はなくならないのがアメリカなので、その原価焼却率は4年で加速してしまったらもちろん原価焼却が取れないですけれども、物件の価値は上がっていきますというのは、焼却率を上げるために高い物件を買うことがいいというようなサイトもありました。 で、これは例えば50万ドルの物件を買うのと、2ミリオンの物件を買うのとでは、その原価消却率っていうのはその建物の価値に対してなるので、もちろん高い方が建物率っていうのは、不戦的に数字は高くなりますよね。だからその分、消却率も高くなるので、得だという解釈なわけなんですけれども、これは至って大きな間違いでですね、その所有してる間の家賃ってどうなってんのよ、みたいな。その所有してる間のキャッシュフローあるのとか、そういう部分に注目しないといけないんですけども、その消却 セーブすることだけに、えー、頭がいってしまっての、えー、解釈だと思うんですけれどもその高い物件を買う意味っていうのは消却だけを見ているとそうかもしれませんけれどもあらゆる家賃だったりとかそれから価値が上がっていくだったりとかそういうところを見ていくともっともっとプラスになる分っていうのが見れるわけですよね。だからこの解釈も、えー、大きな間違い 個人名で所有することによって売却率の税金が少なくなるので、えー、消却を4年でやった場合、5年目には名前を変えて売却すると。法人で持っていても個人名に変えて売却するのが税金をセーブするということが歌われています。まあ私本当に椅子からひっくり返るぐらいびっくりしたんですけれども、それはですね、まあ日本側からはそうかもしれないですよね。日本の説明を見ると、 譲渡益に対して税率が個人名だと20%そして法人だと34%っていう税金がかかるのでだから売るときに個人名に直して売った方が税金が低いよっていう解釈なわけですよただこれはっきり言ってそんな大した差がないわけですよねでこれ日本側ではいいかもしれないんですけど皆さんの物件っていうのはアメリカにあってアメリカで物件を売却したときにどういう税金が発生するのかっていう部分を見ていないわけですよねで私は 個人で持ってると余計税金かかるので法人名でしかもアメリカに LLC を作って所有することによってかなり 防げまますすという話をしていますこれは、ね、ちょっと例を皆さんとシェアしていきたいなというふうふに思うんですけれども、まあ、これは州によって違いますけれども、まあ、例えばカリフォルニアの場合は、えーそのまあ、キャピタル税とか、ねまあ、税金というのはカリフォルニア州とフェデラルである IRS ですね、これは国税庁み,みたいなものですけれども、そこと州とそれぞれに払うわけです。でそのリレー,ーっというのは、いいまあ、カリフォルニアの話をベースにしますけれども、カリフォルニアでは、ウィズホールディングタックス、ウィズホールディング タックス。これは、えー、源泉徴収ですね。源泉徴収税。ちょっと漢字間違えてたら申し訳ないんですけど <laughs>。えっと、源泉徴収税、えっ、ー、と、withholding tax っていうのが、これがかかります。これはカリフォルニア州にかかって、FTB と言われているフランチャイズタックスボードっていうところに支払う金額なんですけども、これは、えー、個人名で持っていると、 うも言わさず、売却価格の3.33%っていうのが、えー、取られます。これ例えば、じゃ八80万ドルの物件を売ろうかってなった時に、これもう全然その売り値だ、なんだ、あの、借金だっての全く関係ない。この金額をベースに3.33%引かれるので、えー、っと、80万ドルのかける3.33%は、26,640ドルっていうのがカリフォルニア州に行きます。 そして、えー、その後に、えー、またこちらには外国人だった場合っていうのは特別な税金があるわけですよ、これね。これ、せっかく、あの原価償却だからっていうことで、やっぱり外国人の方の、えーまあ、法人名かなんかでね、所有されてると思うんですけど、法人にせよ、税金あ法人にせよ個人にせよ、皆さん、外国に住んでれば、日本に住んでる場合っていうのは、この税金がかかります。で、これ、なんと15%かかるんですよ、15%、これに対してね。 15%をかかってこれは IRS これはだから連邦ですねこれはだからどこの州にいても同じですどこの州の物件でもこの15%ののはかかってきますのでこれを支払うとなると80万ドルかける15%っていうと12万ドルですよこれだけ税金取られてこれ合計で えー、146,640っていう、えー、この税金をこれ売るときに払うわけです。これ税金だけですよ。も,うもちろんあの売却費用とかも別にかかってきますけれども、まあ、ただ、かあのー、まあ、アメリカの場合は物件をまあ5年間持ってたらこれぐらいはカバーできるぞというぐらいの額が上がるわけですよね。なので、えー、資産としてはいい。結局はこれだけ上がっ,かかったとしても自分の あポケットマニーで、未然にを切って出さなくても含め利益から出るので、皆さんとしては払ってないみたいなんですけど、これ、キープできたらいいですよねっていうことなんですよ。で、これ、どうやったらこの金額キープできるのっていうと、もうチョイスは一つしかなくて、え、アメリカの、アメリカの、で、個人名で物件を所有してても、これだけ取られますから、で、厳選徴収なので、 アメリカで税金を納めている人はですね、自分が税金を納めるときにこれだけ払ったんだけどって言って戻してもらうことできますけどね、これ全部戻ってくるの実は大変なんですね。だから取られないに越したことはないわけですよ。これ先払いしてるので、取られないに越したことはないと。まあ、個人でもアメリカに住んでてもこうなっちゃうトラ。トラストでもこれはかかります。外国人ではアメリカに住んでる人にはかからないんですけれども、こっちかかっちゃうですよね。で、これ両方かけたくないなっていう場合はもうアメリカに LLC を 持つ、LA、コーポレーションですねコーポレーレションを持つことによって、えー、こういったものが全部避けられるわけです。払わなくていいんですよ、これ。なぜかというと、このコーポレーションとして、えー、毎年毎年税金払ってるので、その時の損額で、あとで税金額というのが決まってくるので、これはしかもエスクローの中からもバッと抜かれてしまうんですよ。で、今度これ以外にキャピタルゲイン税っていうのが、税金をあの ファイルすするるに入ってくる金額なんですよねだから、ここを考えないでいて法人なのを個人名に変えちゃったりするともうあの偉いことになってしまうというかここ払ってまでその減価償却率で税金どこまでセーブしてるのっていう部分になるわけですねだから、なんかすごく小さいところにこだわってるなっていう気がすごくするんですよ。で この後、例えば5年後に80万ドルになった物件っていうのは、さらにこの5年後には、もう多分本当に90万ドル、ワンミリオンって言ってる可能性が非常にあるわけです。なので、減価償却はそのまま漏れなく27.5年間のアメリカではついてくるので、もう毎年毎年の減価償却をこなしていれば、アメリカではね、はっきり言ってその節税のために加速償却とかする人まずいないんですよね。それはなぜかっていうと、アメリカの不動産投資って長距離でゲインするものなんですよ。長距離マラソンと同じなんですけども、長期間でゲインするということ でそれあなたの資産になるものだからトントンで終わりなんてそんなもったいないことでもう終わらせないよっていうのが、まあ、アメリカ人の考え方なわけですねではっきり言ってこの減価償却を狙ってセーブすることを考えてアメリカの不動産を買うのは日本人だけ。 もうこれは本当に世界日本人だけなんですよ。なので、そういった考え方もあると思うんですけど、富裕層の人はもう逆に、税金を減らすことよりも収入を上げることを考えた方がよくないですかっていうのが私のセオリーです。で、収入は上がれば上がるほど税金をいっぱい払いたくないからこういうことするんだよっていう人もいるんですけれども、上がったら上がったで税金を抑えるシステムっていうのはありますから、その減価償却でうんぬん、こんなね、素敵な物件を 5年経ったからって価値がないっていうふうに言われたっていうのはこれも大きな間違いなのでそうではない長距離だっていうことを頭に入れてほしいなと思います、えー。ということにおいてやっぱりここの金額が高いと建物比率も必然的に金額的に高くなるのでなるべく高い富裕層の方はもうお金があるからなるべく高い物件を買って消却率を上げましょう。 これも業者のコミッションが高くなるから言ってることであって、あなたにとって果たしてそれがいいのかっていうと、私としてもクエスチョナボルっていうのが一つありますよね。だから、その減価償却はその時減価償却取ってる時はなんか得っぽい雰囲気なんですよね。税金いつもより払わなくていいじゃないのみたいな感じですごい嬉しいっていうのはあると思うんですけれども、実はアメリカの不動産っていうのはその後が非常に面白くなるのに、ここで売ってしまうっていうのはもったいないなっていうふうに思います。 <で>そしてもう一点気をつけないといけないことは、まあ先ほどのお話にもありましたけれども、まあ4年間、消却を取り、法人名で行ったものを、日本側では税金がセーブできるので、個人名に直そうっていう考え方の2つ目の落ち度っていうのはですね、これまあカリフォルニア州に限ってのことなんですけれども、他の州ではちょっとどうかなっていうのもあるので、まあ、調べていただきたいなっていうふうに思うんですけど、例えば名義が変わりますよね。名義変えるのは簡単にできます。 この家が、例えば ABCLLC という会社から、じゃあここでウコ、マックマーンという名前に、個人名に変えようと。これすごい簡単にできることなんですよね。ただ、ここで何が起こるかっていうとですね、この、ここでは ABCLLC、例えばここに、まあ、私と、 マークの名前で LLC を持っていたとしますよね。ハズマンドワイフみたいな感じで普通持ってますから、これ持っていって、それで私がいきなりまあ自,分の自分の物件だから自分の名前に変えようみたいな感じで、これで税金セーブできると思って変えるじゃないですか。 カリフォルニア州では何が起こるかっていうと、ここで、この物件のリアセスメント。なぜかというと、このオーナーが変わったということで、もう一回この物件のアセスメントですね。価値見るよ、みたいな、えー、行動が起こるわけです。で、ここでどうなるかっていうと、これね、例えば5年間この物件をそう、えー、持っていたとしたら、この5年の間に価値上がってるわけですよ。例えば、えー、10万ドルで買った物件っていうのは、 5年後には20万ドルになっている可能性はもう非常に高いわけですよね。そうすると、10万ドルで買った時のプロパティタックスはこれがベースになってますよね。この ABCLLC でね。で、20万ドルになって、今、ユーコ・マック・マンに変えてアセスメントが入って、アセスメントってその物件の価値を確認するので、まずその価値をね、今見るっていうことなんですけど、そうすると20万ドルありましたってなると、ここのベースが変わるわけですよね。タックスの。プロパティタックス、ここでボンって上がります。 これ知らないい人すすごく多いんですね私も知らなくてやって勧められてやって大損したことありますもう一回上がっちゃったもの戻,戻せないのででここでなぜかというとなんでこれ私のなんだけどって言ってもここで50/50 50とかで所有してたものっていうのはここは今度は有効ハンドレッドパーセントになってるので別人っていう見なされ方になるわけですよ 別の人が所有してるってことになるので、えー、カリフォルニアオーナーが変わるごとにアセスメントが入ります。ハワイなんか毎年毎年アセスメント入ってるので、多分どこで変えたところで何っていう影響は特にないと思うんですけど、カリフォルニア州とかまあ他の州でも、えー、あるようなんですが、そういうのあるので、名前変えるときは簡単にできるけど気をつけてください。じゃないと、 ベースが10万ドルと20万ドルとプロポリータックス偉い差が出てきますので、えー、ここは気をつけるということです。なので、先ほどのスキームのようにそうに言われたからって、ポンって個人名に変えちゃったら外国人タックスもかかれば、 アセススメントももも入入りもうもののすすごい金額のタックスが入るわけですよだから、本当に節税だったのみたいな話にもなるので、やはりその節税だけではアメリカの不動産投資買うのは私はあまりお勧めしませんっていうのが間違った知識が多すぎるし、みんなそこまで全部1から10まで分かっている人がいないっていうのが非常に寂しい部分なんですけれども、そういったことがあるので、この減価償却っていうのはアメリカではもう漏れなくついてくるので、ぜひその恩恵は受け負ってほしいし、それによって自分の収入を減らしていくってことはでき しモーゲッジのインターレストだったり何パーセントかはそれもタックスの,その対象になったりとかそれから売却するときアメリカ側ではテンタリーリマエクチェーンとかでタックスを繰り延べしていくっていうこともできますただそれが日本側では売却とみなされるっていう言い方もありますのでそこも注意するべきですねだからやはり私とはこのアメリカ不動産投資っていうのはなるべくドルはドルの資産で分けると今特に円も安くなっておりますのでドル資産を持っておくっていうのも今後の資産形成の足しになると るんじゃないいいかななううふうに思いますなので、この原価償却、人の言ってることを鵜呑みにしないっていうのが私の、まあ、一番言いたかったことなんですけれども、こういったところで間違った解釈をしない、この節税のために不動産を買って、4年の加速償却で5年目に売るっていうのは、私としてはあまりしっくりこない。その後が 面白いです、本当に、えー。本当に資産として持っていたい。これ、あなたの資産形成なんでね。税金をセーブするんじゃなくて、あなたの資産を増やす。生活を楽にする。収入を上げる。仕事を辞めても収入がある。 えー、マニーマシンを作るっていうのが、えー、この資産形成の醍醐味になっていくと思うので、そういったことを考えてしっかりと日本にいる方は日本側の税金、アメリカ側の税金、物件はアメリカにあるので売るときはアメリカの法律で売られますから、えー、そのあたりはしっかりと、えー、注意しておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、この情報がためになっていればチャンネル登録していただけると嬉しいです。えー、それではまた2週間後にお会いしましょう。See you later! Bye bye!